共食い。共食いとは、動物に置いてある個体が、動詞のた個体を食べることである。この現象になぞらえて、同業者同士で利益を得ようとして友達をれすることも、共食いと呼ばれる。なお、人が人を食う共食いに関してはカニバリズムを参照。英語では、同業者同士で利益を得ようとして争うことを、ドッグイートドッグという。動物学における共食いは広く見られる現象であり、 1500種を超える動物種で記録されている。一般に異常な現象と考えられがちであるが、必ずしもそうではない。逆に動物なら個体観で殺し合うのが当たり前という見方もあるが、これも正しくない。一般に食う食われるの関係は、異種間で成立するものであり、同種個体間で無制限に共食いが行われる状況をあれば個体群が、 成立しなくなるなど、進化的に安定とは言えず、そのような行動は避けるように進化が進むと考えるべきである。従って、それでも見られるともぐい行動は、それなりに独特の意味持っているものと考えられる。以前は、ともぐいは単なる極限の食料不足や人工的な状況の結果で起こると信じられていたが、自然な状況でも様々な種において起こりうる。 実際に科学者たちは、これが自然界に偏在していることを認めており、水中の生態系では特にトモグイは一般的であると見られている。最大9割もの生物がライフサイクルのどこかでトモグイに関与していると見られる。トモグイは肉食動物に限らず、草食やデトリタス食であっても普通に見られる。トモグイには偶発的なものと、ある程度修正として固定されたものがある。 魚には口を開けて、水を飲み込み、エラで腰取って、餌を取る、ろ過接触という方法を取るものがある。もしも口の中に、その魚の、ごく小さな稚魚が入ったとすれば、これはより分けられることなく飲み込まれるであろう。この場合同士個体を選んだわけではなく、たまたま入ってしまっただけの偶発的現象である。飼育用機内で金魚を産卵させる場合、 産卵の終わった新魚をそのままにしておくと、大抵卵が親に食べられてしまう。運よく孵化できた稚魚も、成長するまでに大部分が親に食べられてしまう。卵や稚魚を親が食べてしまうことは、メダカやグッピーなど多くの種類の魚に見られる。このような例の場合、自分の子供であることを理解しているわけではなく、要するに、目の前に食べられるものが見えたから食べたというだけの行動と見られる。 このようなことは、個体の密度の低い自然界ではあまり見られず、閉じ込められたことに起因する現象と考えるべきである。ただし、これにも子供を殺してでも親が危険を避けることが、できれば新た子を作る、可能性がある、というような適応度に換算できるような利点があり、適応的な行動であると見る向きもある。同様に、親が子を食べるのは、ネズミやウサギなどでも知られているが、 この場合普通には親は子を育児するものであり、このような現象が起きるのは飼育下で飼い主が干渉しすぎた場合など精神的なストレスの存在が想像される。ただし、一見は偶発的な現象に見えても実際には後に述べる例とみなすべき場合もある。例えば参照用の卵を水槽で孵化させた場合、妖精同士で激しいとも食いが見られるが、 これはおそらく野外でも見られる現象であろう。雲、カマキリ、サソリなどでは性的な共食いが見られる。一連の配偶行動の中で、これらのメスは、交尾を終えると、時々オスを食べる場合がある。特にカマキリのそれは有名であるが、野外では、大半のオスが無事に逃げるとも言われる。ただ、実際に食われる例も、確かにあり、その場合、 オスのカマキリは頭を食われても交尾を継続し続ける。つまり食われることを前提にしている不死がある。ただし頭部を失うと性的抑制が効かなくなるのは多くの昆虫に共通しており、カマキリだけの性質ではない。そもそもカマキリは自分と同じ大きさ以下の昆虫を餌とみなし襲う性質があるので、オスメス、交尾の産む以前に本能としてオスを襲っているだけとも言える。 カバキコマチグモは幼虫が孵化するまでメス親が側にいるが幼虫が孵化すると母親の体に群がって食べてしまう。また一部のクモでは卵老内の卵に一定数の未受精卵が含まれこれが孵化した幼虫の餌となることが知られている。またアフリカのマラウィコにいるナマズの仲間のという魚は卵の時からある程度成長するまで突き切りで 親が世話をするが、稚魚に対して未受精の卵を食べさせる習性がある。それよりもよくあるのが、サイズ構造化されたトモグイである。すなわち大きな個体が小さな動詞を食べるのである。このような場合のトモグイは、全体の死亡率の8%、ベルディングジュリスから95%、ウボの幼虫になるため、個体数へ大きな影響を与える要素となる。 このサイズ構造化されたトモグイは野生の状態では様々な分類群で見られる。それにはタコ、コウモリ、カエル、魚類、オオトカゲ、サンショウウオ、ワニ、クモ、甲殻類、鳥類、フクロウ、ホニュウ類、そしてトンボ、ゲンゴロウ、マツモムシ、アメンボ、コクヌストモドキ、トビケラといった多数の昆虫が含まれる。オスのホッキョクグマは 地の繋がらない子供の北極熊を殺して食べてしまうことでよく知られている。近年、地球温暖化の影響で普段の主な捕食対象であるアザラシを襲う機会が激減していることも関係していると言われる。平田国のストモドキの飼育下での個体群成長の研究から、この種の場合、成虫による卵のともふいが密度効果の上で、 大きな役割を持っていることが確かめられた。個体密度が増加すると共食いの率が著しく増加する。なお、この種では、メスの方が、オスの約7倍も多く共食いする。他の共食いの形に、小殺しがある。よく知られた例として、チンパンジーでは、オスの成獣グループが、同種の幼獣を攻撃して食べてしまう。また、ライオンでは、 オスの成獣が新しくプライドを支配するときに、以前の群れの支配者の子供を殺すのが普通である。ただしこれらの行動ではメスに子育てを中断させ、発情させ、交尾して自分の子孫を残すことが目的であり、この時殺した子を食べる例もあるが、必ずしもそうでなく、全く食べない例もあるという点で共食いとは別に扱われる。共食いとは言えないが、類人猿のチンパンジーは、 小型の猿を捕食するのは珍しくない。人から見れば一見とも食いにも見えるが、雑食性のチンパンジーで肉食も行う彼らからすれば猿も単なるの肉と変わらない認識でしかない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。